たくさんこの仕事では、あの、旅行にトラベルに行くことになります。で、トラベルに行くときはもちろんあの、 大きな街とかでミーティングをすることもあるんですけれども、一番面白いのは、あの、現場ですね。あの、ミャンマーであったり、ベトナムであったり、または、あの、インドであったりというところで、えー、実際に村や、えー、いろんな、えー、街、あの、田舎の方の街などに行って、いろんな人と話をすることが非常にあの、 あの、一番学びが多いかなと自分では思っています。例えば、あの、教育が受けられないところであれば、そういうところに行って何が問題であるのか、どうしたらいいのかというのを、あの、地元の人と話をしたり一緒に考えることができるっていうことが非常にこの仕事の魅力だと思います。